皆さん、こんにちは。健康の時間です。今日は、武術理学と少林寺の全部入一あるいは全部部の修行、どういう違う、どういう共通点。結論的に、実際一緒です。ただ、 教情の方面違う。例えば、全の修行の人は、現代の科学技術の先進の技術に、絶対こあ、あの、拝借、あるいは、こだわるはしないと思います。修行者は現代、例えば、携帯は、当然に使えます。新しいレベルの携帯は、 当然に使いやすい。あるいは車も皆さん、お坊さんも使えるでしょう。だから、これは実際二つの面の話。人間の人生の中のいろいろ必要の方面です。精神の修行と、いろいろ私たちの交通手段とか、 あるいは、いろいろ現代技術の応用は、実際は、これは対立ではない。だから、武術でも、善と武の、いつでも強調の武術と、今最近の武術理科の話は、実際、ある程度話は、もっと、体の使い方、もっと、自分は、 あの、有効的に体の利用する。小さくても、年でも、自分のパワーは出す。というようなのことです。これをうまくできれば、全部のご意もよくできるでしょう。